はい、酒好きな俺の飲酒動画始めていきたいと思います。今回はですね、リキュール。じゃあね、スピリッツか。カシャーサ51という、ね、ものです。原産国はブラジル。ブラジルなんだ。アルコール度数 40%。これ値段が確か、1000円ちょいだった気がしますね。うん。カシャーサ51。サントリーですね。うん。こちらなんかの原料になっ、なんかの、ね、カクテルの、素材になってたはずです。それで俺はね、ちょっと飲みたくて、そのカクテルをね、飲みたくて買ってみたんですが、まあ一応ストレートでとりあえず飲んでみたいと思います。乾杯。ん？ほとんどウォッカっぽいですね。うん。あ、でも全然違う。香りはウォッカっぽかったけど。味が。あー、なんかすげえ。ん？うわぁ。これは。なんだこれは。これ、ストレートで飲むもんじゃないぞ、これ。あ、カイピリーニャか。カイピリーニャっていう、あの、カクテルの、ね、一応、材料になってますね。カイピリーニャは、カシャサ51が 45ml に、ライム、と、砂糖。作り方、6グラスにぶつ切りにしたライムを入れ、砂糖を加えて潰す。クラッシュドアイスを加え、カシャサ51を注ぎ、軽く混ぜる。まあ、いわゆる、あれです。なんだっけ。なんだ。うん。うわ、これまず。めっちゃまずい、これ。なんだっけ。ほら。ね。わかるでしょ？大体。言いたいことわかるでしょ？うん。あれですよ。うん。ラム酒を使う。ラム酒を使う、あれですよ。ちょっと忘れた。でも、ライム4分の1個か。と、砂糖か。ああ。これだったら作れるね。カシャーサ。とはピンガとも呼ばれ、サトウキビの搾り汁を発酵、蒸留して作られます。なるほど。カシャーサ51で作るカクテル、カイピリニャは、この上もなく美味しいとの評判で世界で最も愛飲されているカシャーサです。へぇー。らしいです。ほう。ブラジルのラム酒。一応ラム酒らしいですね。よくわかんないけど。カシャーサ51ってのはラム酒なのか。カシャッサ。まあ、原料がサトウキビですから、ラム酒って選ぶのはラム酒なんでしょうね。うん。ラム酒とは同類系統の蒸留酒であり、講義ではラム酒の仲間と解釈されるって。なるほどね。ただし、ブラジルではこれを敬遠し否定する。だって。
まあ、ラム酒っていうことになりますね。でも、はっきり言ってラム酒よりかだいぶ癖が強いです。なんかね、きついな、これな。ウィキペディアにラム酒との違いが書いてあります。カシャッサとラム酒は共にサトウキビを原料とする蒸留酒である。ブラジルでラムの名が知られるようになったのは1660年代半ば頃で、これに対しカシャッサの名が定着したのは1750年代半ばと言われている。ブラジルでラム酒の名が定着しなかったのは、一説に西インド諸島を領土化したスペインとの交易対立であるとも言われる。まあ、なんとなくそう分かった。結局のところ、ラム酒は、したがってブラジルではカシャッサはラム酒ではないと明確に区別している。ラム酒との違いを具体的に挙げると、ブラジルと西インド諸島の気候や気温などにより、本来持っている酵素や細菌が異なる。異なった文化での製造や手順、製造の手順や手法が異なる。ブラジル以外で製造されるスピリッツの多くは200リットルのアメリカやヨーロッパの広葉樹の樽に長く置かれるが、ブラジル原産のカシャッサはそれよりも大きい1万リットル程度の樽を使う。また樽はアマゾンの森林樹や大西洋沿岸の森林樹を使うと。これらの違いにより、ブラジル原産のカシャッサはラム酒と異なる。独特な味わいと香りのあるスピリッツになっています。なっていると。で、まあ、確かに、ラム酒とはちょっと全然味が違いますね。原料は同じなんでしょうけど。まずい。はっきり言うと、ラム酒か、はるかにまずい。なんか、変な味がする。これもうわからない。飲んだ人にしかわからない。で、バチーダ。バチーダとは、ブラジルでいうカシャーサをベースに作るカクテルのこと。果物を使うことが多い。カイピリーニャ、先ほど、ね、言いました。カイピリーニャ。そして、バチーダジココ。ココナッツフレーバーとココナッツミルクを加えて作るカクテル。バチーダジラランジャ。ラランジャ、カッコ、オレンジで作るカクテル。とか、イチゴで作るカクテル、パイナップルで作るカクテル、ブドウで作るカクテル。とか、いろいろありますね。へぇー。なんだっけ？関係ないけどさ、ね、ラム酒、だったよな。ラム酒のカクテルですよ。カクテル。あれ、俺、やば。あそこまで超有名な、カクテルの名前忘れただと。やばいな。材料から選ぶ。ちょっと待ってね。なんだっけ？忘れちった。ミントと葉っぱ使うやつだよね。ラム酒。ラーム。ミント。モヒート。なんでモヒート忘れるんだよ、お前。ね、非常にモヒートに似たような、あれですね、カシャーサの、なんだっけ。ね、カイピリーニャはね。ライムを使うことでも。
でもこれまず。これまずい。ものすごくまずい。どうでもいいけど。ものすごくってほどではないけど。香りがなんかすごい癖が強いね。カイピリーニャか。カイピリーニャ今度作ってみますか。ね、簡単だしね。簡単ですね、作り方は。カシアサ51。まあ、安い。値段が1000円ぐらいで買えるし。ただ、これはまずい。うわ。癖が強い。ものすごく癖が強い、これ。カシアサ。カイピリニャか。カシャーサ。あ、まずい。今ちなみにね、ライムをね、ライムってほら、結局、一個買ったらさ、まあ大体、ね、ジントニックとかに使うんですけど、俺は。結構余るんですよね。で、今、冷凍庫に実は凍らせてありまして、ライムを。はい。大体ライムって、俺4分の1個ぐらいしか使わないんで、残りの4分の3が、どうしても余っちゃうんですよね。で、どっかのサイトで見たんですが、まあ、冷凍庫に、凍らせといて、使う分だけ、輪切りというか、輪切りちゃうわ。ね、して、切っといて、で、ラップにくるんで、冷凍庫に入れといて。それで、使うときに、若干、レンジでチンして、使うと、いいよ、みたいな。のがあったんで。ね。あ、だったんで。カイピリニャか。飲んでみるか。カイピリニャ。ね。なんか、潰すための、なんか棒みたいなのが、俺あんまないんですけど。あるかな？まあ、とりあえず、カシハサ。ね。ラム酒とは、ちょっとこれは言い難い。
味がするんで。なんかね、これも言葉に表しづらい味ですね、これは。とにかく、酒の味は、ちょっと、するもんでもない。まずい。とにかくまずい。変な香りがものすごい。これはまずい。ストレートで飲むもんじゃない。これは、さすがに。これやっぱり何かのカクテルとして使うのが一番いいんじゃないかな。3241です。ふぅ、ご視聴ありがとうございました。